日本に馴染みすぎ、ケネディ大使と米大使館職員が踊る恋ダンスが話題に。20日に最終回を迎えた TBS 系ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」。回を追うごとに人気は増し、最終回の視聴率は 20% の大台を超えましたが、本編と同様に話題になっていたのがエンディングの恋ダンスでした。その恋ダンスをキャロライン・ケネディ駐日大使をはじめ、駐日アメリカ大使館、領事館の外交官や職員の方たちが披露した動画が YouTube に投稿され、大きな反響を呼んでいます。日本のドラマが高い人気を博している台湾、香港を中心に、外国人の間でも話題となっていましたので、反応の一部をご紹介します。